パイオニア6、7、8、9号機はパイオニア計画の宇宙探査機である。すべてが離れた場所から惑星間の減少を継続的に観測することを目的に設計された太陽周回、スピン安定性、太陽電池給電の人工衛星である。それぞれパイオニア A、B、C、D としても知られる。5期目のパイオニア E は 打ち上げの際の事故で失われた。バイオニア6、7、8、9号機は太陽風、太陽時は宇宙船に関して最初の詳細で包括的な測定を行うために製造された。惑星間空間の幅広い磁気現象や粒子や場を測定できるように設計された。探査機からのデータは恒星の現象や構造、太陽風の流れの研究に用いられた。 また探査機は世界で最初の太陽気候ネットワークとして働き、地球の通信に影響を与える太陽嵐の粒子のデータを提供した。実験では太陽風の中の日イオンと電子、惑星間の電子密度、太陽や銀河からの宇宙船、惑星間磁場等が研究された。それぞれの探査機は全く同一であり、 軌道上の感重量は 146kg である。直径 0.94m、高さ 0.81m の円筒型で 1.8m の長さの磁気系と太陽電池パネルを備える。メインのアンテナは氷得の指向性アンテナである。約 1Hz のスピン安定で、スピン軸は横道面に垂直で点の南極を指す。搭載機器は次のようなものである。 地上からの指令で5つのビットレート、4つのデータフォーマット、4つの運用モードから選択することができる。5つのビットレートは512、256、64、16、8ビット毎秒である。4つのうち3つのデータフォーマットは主に科学データでフレームごとに7ビットのワード32個から構成されていた。1つの科学データフォーマットには 二つの高速のビットレートが用いられ、もう一つには三つの低速のビットレートが用いられる。三つ目は電波電板実験からのデータのみを含む。四つ目のデータフォーマットは主に技術データを含む。四つの運用モードはリアルタイム遠隔貯蔵、不荷サイクル貯蔵、メモリー読み出しである。リアルタイムモードでは採集されたデータは指定された。 データフォーマットとビットレートで直接伝送される。遠隔貯蔵モードでは、データは貯蔵され、フォーマットとビットレートが選択されると同時に、伝送される。不可サイクル貯蔵モードでは、価格データの単一フレームが512ビット毎秒の速度で採集され、貯蔵される。連続するフレームの採集と貯蔵の間隔は、地上からの指令により、2分から17分から19時間まで。 変更できる。メモリー読み出しモードではデータはどのようなビットレートでも読み出すことができる。パイオニア6号から9号の計画は費用対効果という面でアメリカ航空宇宙局のすべての宇宙探査計探査機は近年では工場的に科学データを送ってくるわけではないが2000年12月8日には打ち上げ以来の連続運用35周年を 記念しての更新に成功した。元々の設計寿命はわずか6ヶ月であった。NASA はパイオニア6号の状況を現存としているが2007年3月26日の時点で2000年12月8日以来更新が途絶えたままである。この時点でパイオニア6号の運用は12,758日であり2012年8月13日に ボイジャー2号に更新されるまで宇宙探査機の最も長い運用期間の記録であった。パイオニア7号と8号との更新は現在でも可能だと信じられている。パイオニア9号は更新不能の状態となっている。パイオニア6号の打ち上げ1965年12月16日7時31分0秒アトック。 ケープカナベラル空軍基地から打ち上げられ、平均距離0.8天文単位の太陽軌道に乗せられた。1995年12月、進行破壊が故障した。1996年7月、バックアップの進行破壊を用いるよう指令が出された。1997年10月6日、オーストラリアのキャンベラ新宇宙通信施設の直径70メートルパラボラアンテナで、 追跡された。2000年12月8日、約2時間の更新に成功した。1966年8月17日、ケープカナベラル空軍基地から打ち上げられ、平均距離1.1天文単位の太陽軌道に乗せられた。1986年3月20日、ハレー彗星から1230万キロメートルの距離を通過し、彗星の水素の音、 太陽風の相互作用を測定し、水星の中性水素に対して、太陽風の HE との過電交換が起こり、H プラズマが生成していることが発見された。1995年3月31日、追跡に成功した。探査機と科学機器の一つは、機能を保持していた。1967年12月13日、14時8分、0秒アトック。 ケープカナベラル空軍基地から打ち上げられ、平均距離1.1天文単位の対応軌道に乗せられた。1996年8月22日、バックアップの進行破壊を用いるよう指令が出され、下りのシグナルが復活した。科学機器の一つが機能を取り戻した。1968年11月8日、9時46分、アトック。 ケープカナベラル空軍基地から打ち上げられ、平均距離0.8天文単位の太陽軌道に乗せられた。1983年5月までパイオニア9号との更新は維持されていたが、1987年の更新には失敗した。1969年8月27日21時59分、アトック、ケープカナベラル空軍基地から打ち上げられた。 1> 第1ステージの油圧ブレーキが故障した後、打ち上げ機は発射場安全のために破壊された。ありがとうございます。